一般社団法人全国地方銀行協会は、地方銀行の健全な発展を通じて、金融経済の慎重に寄与し、もって公共の利益を増進することを目的とする、一般社団、財団法人法上の一般社団法人である。略称、地銀協。主に会員業の意見を取りまとめ提言を行ったり、新たな金融商品や、経済の動向についての調査。 研究などを行う。ACS という加盟各校のキャッシュサービスを接続するネットワークの管理、運営も行っている。この ACS はミックスに接続され、日本のほとんどの金融機関のキャッシュサービスが地方銀行の ATM で利用できる。ちなみに、第一地方銀行や第一地銀というのは、第二地銀と対比するために作られた属称であり、正式なものではない。 会員は銀行法により免許を受けた銀行であって主たる営業基盤が地方的なものであり金融庁はこれを免許登録業者一覧において地域銀行地方銀行に区分している2018年5月現在の会員業は64総数は1984年10月1日に西日本総合銀行が普通銀行に転換 高地補送後銀行を合併し発足した西日本銀行が同年12月に加入して以来増減はなかったが2010年5月1日に池田銀行が先週銀行を九州合併し池田先週銀行が発足したことから25年半ぶりに加盟業数に変動が生じたさらに2011年10月1日には山口銀行の北九州地区の店舗を分離して 発足した北九州銀行が新たに加盟している。このほか2018年5月1日には東京都民銀行を九州合併したキラボし銀行が都民銀に代わって地銀協に加盟した。2020年に新和銀行が18銀行を九州合併し18新和銀行。2021年に第4銀行が北越銀行を九州合併し、 第4北越銀行がそれぞれ発足するほか、2021年に第2地方銀行協会加盟の第3銀行が三重銀行を九州合併し、33銀行に解消と合わせて、第2地方銀行協会を大会の上で消滅する三重銀行に代わって、全国地方銀行協会に加盟する予定となっており、加盟業は産業元1行像が予定されている。主たる。 営業基盤が地方的なもののうち1989年2月1日以降に金融機関の合併及び転換に関する法律に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされたものなどは社団法人第二地方銀行協会の会員であり金融庁はこれを地域銀行第二地方銀行に区分しているまた埼玉県を主たる営業基盤とする 埼玉リソナ銀行は全国地方銀行協会、第二地方銀行協会のどちらの会員業でもない。埼玉リソナ銀行は全国銀行協会などで都市銀行扱いとされる。また、八千代銀行に吸収合併されたかつての新銀行東京は全新業が新宅銀行であったため新宅協会の準社員だった。配列は統一金融機関コード順。 2021年5月の時点で愛知県に本店を設けている地銀協加盟の地方銀行は存在しない。法人消滅、他のカテゴリー以降などにより、会員で亡くなった事例に限る。一般社団法人全国地方、銀行協会定官第3条法人格上は、共和銀行に吸収合併。共和銀行から解消した、共和埼玉銀行改め朝日銀行は、 大和銀行に吸収合併され、現在はリソナ銀行。ありがとうございます。